いつもありがとうございます、サックス奏者黒田正幸です、今日もね、元気にやっていきたいと思いますが、今日はね、めちゃ久しぶりかな、自由研究ね。で、まあ、いつまでもね、あのコロナ休みしてるわけにいかないので、もうコロナ休みの自由研究というタイトルはもう、前回あたりでもやめました。もうね、今ね、自由研究ということで、ね、自由研究って言うとね、今回はちょっと極もんなんで、皆さんのところでちょっと試せるようなものではない、私ならではの自由研究、考えてみました。でね、今日はよっバリトンサックスにご覧のマウスピースをつけてるんですが、これ何かと言いますとですね、チューバックスという楽器を、ご存知の方はどのぐらいいらっしゃいますでしょうか。バリトンサックスよりも、もう一段階低い楽器がね、バスサックスっていうのがある。これさかなクンさんが持ってるのがね、バスサックス、めちゃくちゃでかいですね。で、あのバスサックスよりもまだ低い楽器っていうのが、世の中あるんですよ。で、これが、コントラバスサックス、これね、大阪音大に行けば見れますね。で、まあ、他にもいくつかあるみたいだけども、僕知ってるので一番近いのはそれで、めちゃめちゃでかいんですよ。でね、もう男子生徒が何人もね、寄ってたかって動かさないと無理とかね、でっかい車持ってこないともう無理とかね、そういうのでね、もうまあまあ、パイプオルガンほどではないにしてもね、まずその持ってこいとか言われたらね、いやってね、言えるレベルで、ちょっとね不便でしょうということでね、もうちょっとなんとかなりませんかねということで、コントラバスサックスをもうちょっとコンパクトに作った、これは2000年ぐらいかな、ドイツの、エッペルスヘムアッペルスヘムっていうものかな、よくわかんないその会社がですね、まあ、この会社ね、もうへんてこな会社で、もう極端に低い音の楽器と極端に高い音の楽器しか作ってないんですよ。で、こちらのですね、会社が作った、チューバックスという楽器がありまして、これがコントラバスサックスと同じ音域でね、私このコントラバスサックス、改めチューバックス、S 管 E フラット管なので、バリトンサックスよりも1オクターブ低い楽器になります。こちらを1台所有しております。個人所有で、しかもそのプロ活動で、使用しているのは日本全国で私だけだと思います。団体で所有してて貸与されているとかね、あとはアマチュアの方でもお持ちの方、1名存じておりますし、で、あとコレクター、これはね、普通コレクターっていうとね、なんだ吹いてないのかよって思っちゃいますけど、この人のコレクションすごいんですよ。もうこれはね、もう胸を張って誇れるレベル、もう世界に誇れるレベルのね、ものすごいコレクターの方、この方が1台、所有されています。で、ですね、このチューバックス、バリトンサックスの、ワースピースで吹けるって書いてあるんですけども、吹いてみましたが、いやこんなもんじゃないだろうってやっぱ思うんですよね。で、長年これちょっと、本当はこういう音じゃなくてもっと違う音出るんじゃないかというわけでですね、職人さんと、まあ、相談しまして、既存のワースピースを改造してチューバックス専用マウスピースというのを開発してもらいました。過去3本製作してもらいましたかね。こちらがそのチューバックス専用マウスピース第3号でね、メタルマウスピースです。で、こちらね、最終のね、外装というかそのメッキの仕上げはね、これルテニウムっていう、よくわかんない、メッキでね、で、このバイトプレート赤くてかっこいいでしょ。なんかもう黒っぽい金属に赤い感じで、なんか毒々しいでしょ。まあもうわざわざこういうね、色で作ってくれって、ね、頼んだんですよ。で、このね、チューバックス専用マウスピース、
作ってもらったはいいけども、チューバックスなんてあんなね、あの不便なものね、まああの結局不便なんですよ。でそんなしょっちゅう動かすわけじゃないので、普段はねバリトンサックスにも使ってます。でバリトンサックスにこう、まあ、例えばチューバックス専用ワースピースは普通買えませんけど、バスサックス用のワースピースは、まあ、買えるじゃないですか。で、バリトンサックスにバスのワースピースつけてちゃんと吹けるんですかっていう、ね、まあ、一応吹けますよ。でピッチ大丈夫ですかっていう、心配される方いるんですけど、ちゃんと吹けます、大丈夫です。でこの動画撮る前にもう一回確認したんですけど、こいつでね今ね、チューナー測って調べたんですけど、全音域にわたってまあそうですね、真ん中の、まあ、許容できる範囲にこう収まってる状態だから、今何も音が鳴ってない状態ですから、なんか音が鳴ればそれにちゃんとうまく乗せられるという幅、この幅を維持してますので、まあ、どの音も大丈夫、特定の音だけ低いとかね、そういうこともない。なので、そこは安心して、まあ安心してって、まあ試す人いないと思うけど、まあ、安心してトライしてほしいと思います。ね。で、このチューバック専用のマウスピース、リードは、まあちょっと秘密がいろいろあるんですけども、今日は、まあまあ、バリトンサックス用のマウスピ、リードを選びました。で、ちょっと箱は持ってきてないんだけども、アレキサンダースペリオール、っていうね、ちょっと値段の高い、ちょっといいやつ、ね、奮発して持ってきました。でこれつけてみてね、吹いてます、硬さは多分ね3半ぐらいになってるかな、在庫はねいっぱいありますんでね、ぜひ注文していただければと思います。大変良好なリードですよ、ね、でこのチューバックス専用マウスピースをつけたバリトンサックス、どんな音するんでしょうね、ということで吹いてみたいと思います。
間違いだ。
普通のバリトンサックスの音よりは全然ベースに近い。なので僕もこれをね、このマウスピース使って吹く時っていうのは、まあ、例えばサックス40層の一番下とかね、こうそういう時とかめちゃめちゃこう使ってますね。で、まあ、まあ最近ちょっとそういうのね、機会がなくて減ってるっちゃ減ってるんだけど、自分がソリストっていう時よりは、まあ、自分がベーシストって感じでね、そういう役割をやらないといけないっていう時はもうこのマウスピースめちゃめちゃ重宝します。もうむちゃくちゃローが効くのね。もうハイはねやっぱりねちょっとこうカットされてる感じだから、シャリっていう感じはあんまり ないんだけど、頑張ってもまあちょっとぐらいしか出せないんだね。でもローがもうドーンがねドーンと聞いちゃうんで、ものすげえ気持ちいいね。で、こういうね、マウスピース、まあ、まあまあ普通の人はね使うことないと思うんだけど、まあ、せっかくね自由研究で、まあ、黒田のやってる自由研究ということでね、僕ならではの、やつをやってみました。これね、まあこれがいいからこれ作ってもらえよお前もとか、そういうつもりはもうとありません。こういうのを使うとこういう音出るんですよと。まあマウスピースっていうのの仕組みっていうのをね理解する上でも、あなるほどねって思うことは、たくさんありました。でもね、ちょっとやっぱりね、企業秘密いっぱい入ってるんで中をお見せすることはできませんが、今日はねこのリードのアレキサンダー・スペリオール、使ってみたので、まあ、こちらはね、まあ、こういうむちゃくちゃなことをね使い方してもねちゃんと追従してくる、まあ、何の基準だよって話はあるんだけど、すげえいいリード今ありますからね、そういうのをご紹介っていうことでもね、見ていただけたらと思います。あのね、こういう、変則的な、編成でねベース役っていうのをねやってみたいと思います、ね、まだまだその、ね、本職のベースの人には全然かなわないし、息がねどうしても続かないっていうかね、どっかで息吸わないといけないので、
まあそれはね、あのベーシストとはまた違う役割の、アプローチっていうのはあると思うのでね、こういった取り組みも今後続けていきたいなとは思ってますね。本当はね、チューバックス専用だからチューバックスで吹きたい。でもチューバックスの仕事なんで年に1回ぐらいしかやらないし、で今年はもうコロナの関係でもなくなりそうな感じはするし、でまあまあチューバックスの仕事で呼んでもらうときは大体はね、クラシックだったりとかするので、こういうマウスピースあんまり使ってないね。だからまあ、じゃあどこで使うんだって話もあるんだけど、願わくばそういったお話、まあ面白そうだからこれちょっと呼んでみようぜみたいなね、仕事が増えてくることを、願ってますね。というわけで今日は、自由研究、まあバリトンサックスにチューバックス専用マウスピースをつけて吹いてみたをお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日の動画もよろしくお願いします。